で見ててね。晴れ渡る空の下行われる中京レース場芝 2000URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。1番人気はもちろんこの子、東海帝王、実力は負けていません。2番人気エアグルーヴ、注目の2冠馬娘ナイスネイチャー、4枠7番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは18番ハッピーミー、東海帝王、期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王、18番快調に飛ばしていきます。先頭は18番単身で飛ばしていきます。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ったのは18番、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番、3番手にナイスネイチャー、4番手には桜爆心、1馬身差5番、内からメジロマックイーン、その後ろからハッピーミーク、少し離れて東海帝王、そしてその外メジロライアン、差がなく4番マンハッタンか。並びかけてきた。向こう上面に入って先頭は18番、依然先頭は18番、続きました1番ナイスネイチャー、3番手少し離れて5番、すぐに続いて桜爆心、東海帝王ここにいます。内をついてメジロマックイーン、そしてその内を回ってハッピーミーク、メジロライアン、並びかけてきた。その内並んで4番、ここは第3コーナー桶狭間ポイント、少し離れてマンハッタンカーフェ、少し後ろから6番、差がなく12番、そしてその外を回ってエアグルーヴ、少し離れて3番、1馬身差17番、後方2番手に16番。夢見るだけじゃダメ。まもなく第4コーナーカーフ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。ナイスネイチャー、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰か。東海帝王、内で様子を伺う。東海帝王、そこで足を溜めています。4着を切りました。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはナイスネイチャー、メジロライアン追いつかる。ナイスネイチャー、先頭はナイスネイチャー、これは強い。残り200、ナイスネイチャー足色は衰えない。ナイスネイチャー、リードは逃がして先頭は依然ナイスネイチャー、ナイスネイチャー1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。ナイスネイチャー URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はメジロライアン、3着はエアグルーヴ。私が1着ね。